見てください。<laughs> 見てすごくない。っ <laughs> てすごくないですか。最近ね、綺麗に貼れるように <laughs>。<laughs> めっちゃおもろい。 最近綺麗に貼れるようになったんですよコニタさん俺の嫁ありがとうございますこんな状況で言えへん ちっないでね <laughs> 目や鼻の周り浮きがついたらないそうなんですよなんかここめっちゃ浮きます私ねわし花なんですよわし花って知ってますかなんかここのね骨が一瞬なんか出てるんですよ 来た瞬間パックでびっくり。すいません、ケンディーさん。<laughs> 今日はね、時差をあんまりつけないことにしました。頑張ります。<laughs> 今からシワー行っていきます。行ってらっしゃい。朝シャん。何しても可愛いいや。何しても可愛いい嬉しい。ありがとうございます。 ニュンさん、お団子や。えー、さイちゃん、首にもするといい。あ、首ね。首も保湿しなきゃですよね。メガネ落ちなくていいね。確かに。メガネも落ちるんですよね。ちょっと、ちょっとだけわしばなみたい。ほとんど同時で、京花ちゃんの配信も始まった。始まった。えー そうなん今日とはもう10時からやねんな昨日も結構同じ時間でしたよね昨日は夜にアイシャの配信見てました おでこ広いおでこ広いですなんか指四本四本ギリ入るか入らないかくらいですこんにちは今なんか頑張ってることありますか今え、すごい今なんですけどほんまにほんまになって感じなんですけどあのコメント小さつけないように コメントの時差をつけないようにしていることですかね昨日やばかったですメンバーの配信にコメントしたりしないのえしていいんかなどうなんやろ <laughs> していいんかな あの、ね、ちょうど、アイシャンママの、ママシャンママシャンのペンライトカラーが決まった。決まる前か、それくらいの時から見てました。見えなかった、めっちゃ面白かった。ママシャン推しですね。私。ピンクがけるピンクらしいです。なので。 皆さんママちゃん応援しましょうおはようございますデコ出し配信ですねデコおでこキュウキュショールーム始めた頃はメンバーにコメントし,したりよくしてたよえそうなんですかえいいんかな 聞いてみまわかぽんさんしてくれてたでしょ確かにあの <laughs> あのねあの候補生の時に私若かぽんさんにコメントいただいたんですよもうやばいですよねでその時は壇上読みをしてて全然気づいてなくてあのその次の配信の時にね 教えてもらってっていうことがあったんですよ。若っぽんさんのね、X でもね。若っぽんさんの X でね。でもね、あれ、気づいてなかったって。<laughs> もう、やばいでした、ほんとに。 もう自分でも何してるんやって感じですいやー思い出しました <laughs> あの頃をえっとえっと 気が…ないあったピンクピンクってのは見たじ <laughs> ゃんまマ,マそうですね、聞いてみますねまたなんてコメントしてるんですか <laughs> ちゃんと聞くのはいいね。嬉しい。よかったよかった。でもね、聞かないと。りょうかちゃんが配信でサイポンの話してる。え何の話どんな話してたんですかゆうりん大好き人間 <laughs> え。え今日、今たんですか スちゃんおはようございます。おはようございます。まさきさん体力をおばけと書いてたえ私のことですか私のことやとら、真逆なんですけど <laughs> きょうたんが体力をおばけ 言われた内容で「体育お化けは嬉しいけどユーリン大好きは違う」と「えユーリン大好きやねきょうんは」もうユーリンにね「ユーリン!」って言って毎日ねユーリントラブルをしてるんですよお疲れ様です 今は小さないですね。小さないはずですね。ええコケちゃんさん。あ、コケピーさん。かわいいね。研究生なのそうです。NMB4810 期研究生です。あってるかな大きい。ユーリンが一人でいてたらし緒。 いた、いてたりしたら話しかけてただけやった。え、もう、京丹はツンデレやな。ずっと幽霊、幽霊って好きですよ。京丹は。<laughs> ツンデレや。ユーリンに、ユーリンに抱きついていってる。 コノノもね、ユーリン大好きなんですよユーリンちびっこから人気ですユーリンあれかなおとなしい感じの性格やから優しくてやから人気なんかも まあ今日たまんは積んでるってことで有利じゃなくて有利なのね有利ですねうです一応私はうと思ってます私はうう派ですあやばい髪の毛ついた キュウリン笑顔にうまっちゃえ今日も塗りすぎじゃないちょっと今日も塗りすぎ疑惑まあでもまだまだ一応朝なのでねこんくらい塗っとかないとこんくらい塗っとかないと。 よいしょこのポンポンするのが楽しいんですよユーリンは優しそうなオーラが出てる知らんけど <laughs> ユーリンやばいですもう優しすぎるもう心配になるレベル 白真っ白やサイポンもサイポンではないねサイポン。でもあの感じのままやったら「いい」って読みますよねサイ。サイ よしなんとかなったこんにちはユウリン経験で思ったんだけど割とツッコミもいけそうね確かにツッコミもいけるしユウリンたまにねボソッとおもろいこと言うんですよ白めっちゃ白ない めっちゃ白ないなんかえびっくりやねんけどユーリーはね私ボケ派ですね意外とユーリーマジ面白い <laughs> ユーリーマジ面白い 美空さんと写真撮ってた赤ちゃんなかわいい <laughs> ありがとうございます美空さんとね写真撮らせていただいたんですよ <laughs> もう嬉しすぎるもう,もうこれはねこのことを思い出すだけで一日がハッピーになるって感じです ミスラさんめちゃめちゃ優しかったです。優しくし,してくださって幸せすぎた。お母さんに自慢しましためっちゃ。めっちゃお母さんに自慢しました。 十期性クイズ。京香ちゃんがシンソーラームショーを踊った十期性は誰いやもうそれはもう私ですよね。私ですよね。じゃあ私からも十期性クイズ。十期性で一番足が速いのは誰でしょうか あ、今日テロップ入れてないかも。バンバンバンえー、初めて言うけど前、ま、っこが最コなんよ。えー、学数で子がついたけど。 再再予定だったえー、じゃあもしかしたら姪子さんと一緒の名前やったかもってことですかやば一文字違いですね私もねなんか冬に生まれたから。 12月2五日生まれで,で冬生まれやったからなんか冬みたいな冬関係の名前のはずやったらしいんですけどなんかやめたらしいですサイポンサイポンですサイポンです こんにちはこんにちはかなもうもうこんにちはかななんか今日お肌の治安がいい気がする。 うれっぴ。うれっぴよ。<laughs> じゃあ。ああ。みさんに。問題。十期生で。一番足が速いのは誰でしょうか。どうですか。わかりますか。十期生で一番足が速い人。 一体誰でしょうか赤ちゃん派だよね <laughs>。なんか最近赤ちゃんって言われる。でもね、意外とね、高校生くらいに見られるコットの方が多いんですよ。意外と。ミソルさん好きということでフォローしました。ありがとうございます。京香ちゃんかなあ、やっぱ。あー、京香ちゃん。コノの、あ、コノの足長いもんな。 こんにちは。10期生で一番足が速いのは誰でしょうかシンキングタイム。シンキングタイムです。はい、誰でしょうか 意外とみおちゃん。ああ、みおちゃん。なるほど。このの、足が多いから。このの、確かにタコやもんな。確かに確かに。誰でしょうか。チヒレン。お、めっちゃ分かれてる、意見が。いやー、まだ、まだ出てないですね、正解者。 まだ正解者いてないです。こんにちは。京香ちゃん。あ、京香ちゃん多いですね。あー、ことっちでもないですね。<laughs> えっと、足見れば当てれる自信あるけど、さえちゃんが遅いのは確か。<laughs> もう、合ってますけど、 遅いですよ。波よく速そう。あ、確かに。めっちゃ速そう。でもね、違うんですよ。まだ出てないですね。フータン、あ、フータンでもないですね。もう、もうそろそろわかりますよね。 うんヒントは,ントは体調かもわねかもわねでもないですね。 ちょっとヒント過ぎたかな。朝に朝にやでもないですね。朝にはもう椅子取り一本ですから。カモアね。ちゃちゃおーおーおお。もしかしてアキラ先生。 え、でも速そうかもねちゃいますねちゃちゃかおじゃあ正解発表しようと思います正解はともちゃでした。実はねともちゃなんですよ実はともちゃが一番速いんですよ いいですよ、ね、私も足速くなりたいはいともちゃが一番速いんですよ一番遅い一番遅いのえー、誰やろうえー、誰やろうな うーんどっちかな分からんけどでも私はめっちゃ遅いですよ ベッド一番遅いのはね多分こっちいや分かんないですけどねごめんねこっち分かんないけどあのリレーでなんとなくあのキャンプ天国の リレーでなんとなく直感で <laughs> こんにちは今日は午前中の配信なのねそうです今日は10時からしますします <laughs> 今日は10時からメイク配信してますまたメイク配信ちょっと言い過ぎかも言い過ぎかも京香ちゃんに聞いたら友達 <laughs> ああ京香ちゃんに聞いたんですか 不正,不正や、不正や。キャンプでリレーやってなかったっけあ、やってましたよ。見てくださいましたか実はね、ともちゃんが一番早いです。もう、早すぎです、ともちゃん。んキャンプでリレーやってなかったっけあそうなんですよ、やったんですよ。 それでともちゃがアンカーでめっちゃ速かったです私はなんであんな速く走れるのか疑問なので友ちゃかそうです友ちゃです一番えー えっと、なんで速いって分かったのえー、なんで速いなんか、キャンプの時も速くて、あとは、なんか、あのバスの中で、あの、その、一番足速いの誰みたいな話になって、それで、みんなで50、みんなに50メートルそのタイムいたら、ともちゃんが何て言ってたかな。 なんか8秒切ってたんですよ。やばいです。<laughs> やばすぎです。え人間ってそんな速く走れるんやって。速すぎ。普通に。速すぎ。とも <laughs> ちゃん鉢巻き巻いて運動会で活躍してるの見える。えほんまに。共感でしかない。 ストレッチ感ちいいもうみんなストレッチ呼びになってるのめっちゃおもろい。<laughs> 逃げ足ならさえこんな感あるいや、逃げ足はもう私ですね。普通に走ったらめっちゃ遅いんですけど、逃げ足やったらもう私ですね、それは。任せてください。ことんちは走る方向間違えてです。 <laughs> ねえ、やばい。まず、そもそも <laughs>。走る方向間違えてそう、やばい。またこう、こっちに言っときますね。 こんにちはこんにちはさ莉ちゃんのげにトップに立ったトップ速さですか バスの中で走ったとか <laughs>、バスの中で走ってないんですやばい「<laughs> 事故ります」「杏花ちゃんにもちゃんが速い」早いって言ったらえたぶん杏花のたぶんちょっと星が上がっててわ分かんないんですけど杏花の方が速いって言ってた <laughs> かわいい <laughs> もう絶対、うん もう絶対言ってそう。え、かわいい。かわいい。かわいすぎやろ。ま、あいつか、まあ、京、京都はまだ小6なのでね。まだ全然、早くなる余地はあります。っていうことは鬼ごっこが得意なのかないや、すぐ鬼、鬼捕まってましたね。 こんにちは障害物リレーえ早かったですかえでもねあれは。 シンプルに、もう、ただ走るだけじゃないので、ちょっと行けた気がした。<laughs> 毎日配信中学生3姉妹。や私、毎日、まだ毎日って言えるほど <laughs>、やってないです <laughs>。 私今日でやっと5日目ですともちゃん走ってバスを抜き去った <laughs> でも行けそう体力なくなるまでがあれですけどえでも頑張ったら全然勝てそうともちゃん勝てそうなんかこんにちはおはようございます 今の小中学生は休み昼休み何をしてるの？私は仲いい子と昼休みにあの席で喋ったり、あとはうん何や何してるかなおしゃべりしたり、あとはあの学校の学校でね。 タブレットが配られるんですけど、それ、それで、いや、ちょっと、なんか、ゲームじゃないんですけど、なんか Wi-Fi 切ったら、出てくる画面があって、それで、遊んでたり、あとはね、昼休みに、 係の仕事が終わってから、ちょっと遊んだりとかするので、ほんまに、あ、一瞬、一瞬なんですけど。おしゃべりか、そのタブレットでなんかやったりしてます。さえちゃんは歌声に自信があるのかなふうたんが TikTok で歌ってて上手。私は歌声自信ないですね。もうふうたんの歌声やばいです、ほんとにえ。めっちゃ、めっちゃかっこいい。寝る前は私の隣で歌ってほしい。 もう寝る前に私の隣で歌ってほしいですよ、ほんまに。うん、歌ってほしい。子守唄的な感じで。子守唄、そうです。もう子守唄。子守唄として歌ってほしいです。 こんにちはなんかおでこめっちゃさ、テカってない <laughs> めっちゃおでこテカってないなんか。びっくりえ。でもなんか今日めっちゃ肌の治安がいいんですよ。嬉しいんやけど、なんかテカってる気がしてきた。 こんにちは。さえちゃん癖のある歌い方目指そう。ええー、目指しちゃおうかな。でも癖のある歌い方ってどんなんやろ。見つけんのむずそう。さあちょうど今ね音楽で歌の歌の練習してます。 ななかなか歌詞を覚えられないっていうなんかやっぱおでこめっちゃ光ってる <laughs> おでこ光ってる <laughs> パウダーします その光はオーラです。あ,あ。なるほど。ええ音なる。普段無法地帯、無法地帯。え何がですか?。 癖がすごい。癖癖のある歌い方。どんなやろう癖のある歌い方って。うーん。わかんないですけど、ふーたんはかっこいい系ですよね。 おはようございます NMB の曲を覚えていくのも大変そういやー私は歌詞がちょっと歌詞を覚えるのが苦手かもしれないですメロディーよりも歌詞の方がお肌治安いいって言うからああ、お肌ねお肌はねうーん なんかお肌はそんな荒れることは少ないんですけど今日は特に治安がいいというかお肌がねなんか今日は特に綺麗な感じがするというかいつもいつも無法地帯なわけじゃないんですけどなんでやろなんか 最近お肌きれいってやってもらえること多くて調子乗りそうなんでやろううんなんでやろうなまあキープできるようにキープできるのが一番 がんばるなんかお,おでこ光ってたさっきなんかさっきおでこ光ってたんですよ朝からいいおでこよありがとうございます <laughs> いいよデコポンやデコポンさすがに昼休みにふかしてるヤンキーはいないねふかしてるって何ですかそんなそんなヤンキーは 今日は一日暇。大阪には行かないの今日はね、三重で。三重でいますよ。今日は三重で滞在。滞在 <laughs> 今日は三重で。いときます。でもね、もう、毎日のように、南波とか大阪に行ってたから、なんかもう、なんて言うんやろう。 初め来た時は初め来た時ほんまにめっちゃ気当たってたんですけどもう最近は全然もう最近はもうあともう一個のもう一個のなんか自宅感あるというかもう慣れ,慣れましためちゃめちゃ。 もうね、慣れましたよでももう景色とか全然違いすぎて景色がもうなんかもう世界違うくらい景色違うというか。 皆さんは。どうですか。やっぱり大阪の方が多いですか、見てる方は。ストレッチさんがナチュラル。それがすごい。今年は季節用ですからね。もう。十期でトップの季節用ですから。 今日も眉毛は描きます。こんにちは。若ぽンが憧れているメンバーさんいますか私は若ぽんさんが大好きで若ぽんさんに憧れてます。<laughs> 若ぽんさん大好きなんですよ。 ポンさんさ1回周年の時にお話できて幸せでした <laughs> 幸せすぎこんなに幸せでいいのかって思いましたその時は <laughs> もうね嬉しすぎてそのキャンプの時にも あの、写真撮っていただいたんですよもうそれがもう嬉しすぎてもうその日はねもう一生にやげてましたもうそのその一週間くらいはずっとにやげてましたよなんかそのこと思い出してはあって一週間くらいそのことをあの一日 何回もう夏休み終わる悲しい悲しいじゃないですか夏休み終わるのはでもまあそのこと思い出して学校に行きました。 今日は一日雨だからサイ後の配信があるしえよかったそんなこと言っていただけるなんて私なんか今日朝の配信静かかもデコポンはかっき珍しいなテロップがないあ テロップ。もう毎回忘れてる。今日は、今日の顔持ちはどうしようかな ?OK です。テロップ入れました。ありがとうございます。 小村さんありがとうございます。三重から毎回通うの大変そうよね。でもユーリンがいるのでね、ユーリンがいるので全然もう楽しいです。<laughs> ユーリン最近ね、なんか結構素を出してくれてるというか。 りんのおもろいとこが最近見れて嬉しいんですよ。ナンバーにもなれたんや。めっちゃなれましたよ、もう。私はナンバーになれた。はじめは、はじめはなんか、え、何こが、なんか建物がいっぱいって感じだったんですけど、もう今はなれました。 あと人が多いところにも慣れました。人多くてぶつかるじゃないですか。でも,もうねそう、そういう時には、アキラ先生が言ってたんですよ。シャイニングロードを探せって。銅線のお話。移動の銅線も、 そうなんですけど自分の通る道を探すんですよ「シャイニングロード」を言うてでそ,その「シャイニングロード」のコツを掴んできた気がやっぱりその通勤通勤の時間とかやっぱ人多い,多いじゃないですかコミコミ だからそういう時は、シャイニングロード意識です。シャイニングロードを探す。三重の方言で、ヤニーかっこだよとか使うえ、ヤニーって言わないんですよね。言うところも、あるらしいです。 でも、なんか、これ関西弁かもしれないんですけど、や、やんとか言います。やんやんみたいな。じゃあ、できやんやんみたいな。使いますか何何なやんみたいな。遊べやんやんみたいな。やんは言うんですけど、やんには。 あんま言わんないですね。目に色ついてきた。鏡見ないと。鏡見ないと化粧が濃くなる現象。喋るのに必死すぎて <laughs>。喋るのに意識持ってかれて。三重はどんな景色かなまあ、ところにもあるんですけど。 あでも、三重も、三重も、大阪ほどではないですけど、場所によりますね、ほんまに。 メンバーと三重で遊ぶこともあるの。いや、ないですね、それは。ユリンとなら三重で遊べると思います。わいは関東。関東か。なるほど。関東、大阪、大阪、横浜、横浜、岡山、大阪。なるほど、なるほど。やっぱ大阪の方多いですね。今雨降ってる。めっちゃ雨降ってるあらら。 生まれは大阪の梅田付近。おー、梅田。めっちゃ、めっちゃ、都会。<laughs> めっちゃ都会。えっと、海道生まれた人ってやっぱ、人少なかったらびっくりしますかその、田舎とかに行ったら、びっくりするんですかね。 はい、若ぽんさんが憧れです。顔の系統が若ぽんさんに似てるね。え本当ですかえ初めて言われた。嬉しい。嬉しい。若ぽんさん可愛すぎませんか王道アイドル。え、もう可愛すぎです。もう、美しい。それに本まで書けるのエグくないですか 頭も良くて、お顔も綺麗で、しかも、すごい選抜の方で、もう、女神ですよね。もう、一緒の人間ということが嬉しい、ます。 キャンプの肉がおいしそうだった。めっちゃおいしかったです。もうやばかったです。うん。やっぱ、美しい先輩方に囲まれてるからっていうのもあるんですけど、美味しすぎました。 すげで星ポンんが焼いたたこ焼きとお肉ゲット済みどうしよう星がかかってって分かる <laughs> 何時まで配信するのあ確かにえっどうしようじゃあ11時 11時いやでもええー、ど,どうしようどうしようどうしようじゃあ11時10分まで配信しますナンバーグランドか月があるねそうですねナンバーは「いとしのナンバーはグランドか月 最初は道とかも迷ううよねねそうです、ね、私結構方向音痴なので <laughs> ちょっと方向音痴っぽいところがあるので気をつけないと知らん間にどっか行っちゃうと思います私。邪魔すんでー邪魔すんのなら帰ってー。 えっと、かっけえかっけえやばい, <laughs> い、えー、石山千尋が言えそうなことやっぱりナンバーがナンバを <laughs> 言ってそう言ってそううまい <laughs> 普段でもかそうですもんシャイニングロード」 多分、シャイニングロードの話の時ですよね。ちょっと時差が出てきてま,ますよね。今、時差がある気がする。出た。シャイニングロードはしゅしろ。そうです。シャイニングロード。シャイニングロード大事ですから。 動線は「死んでも守れ」なので今日雨降ってるからかななんかちょっとジメジメする。 ジメジメするよいしょ、えー、お母様がミサラさん推しですか、えー、お母さんはねみんなのあのメンバーさんみんなのことかわいいって言ってて誰かわかんないです 光って見えるらしいね明先生にるるるとあなるほど光って見えるのね。歩くの止まったら脇よ歩くの止まったらシャイニングロード崩れる。やっぱり明先生はすごいな。すごいですよね。シャイニングロード。関西人はなんやだけで会話できるらしい。なんやなんやだけではやばい。 確かに見えない人は、いやん使ってるイメージあるわ。本当ですかなんか、友知に言ったら、え、友も使おうでって言って。友 <laughs> こんなこと言わんけど、え、友も使うでって言って、なんか、じゃあ関西弁なんかなとか思って。じゃあ、ま、次、あげます。 よいしょ。もう皆さん、私のメイク配信、なれましたかメイク配信、めっちゃしますよね、私。メイク楽しいんですよ。メイク楽しい。今日はね、下ま祭りにマスカラ塗ってみようかな。 はじめまして、はじめまして、サイポンこと宮崎サイです。ぜひ見ていってください。いとこが京都奈良だったので、はえ風景も見てましたよ。なるほど、田んぼ、田んぼ一面も綺麗ですからね。 すみません。え、若ぽんさんは落語もできるしもう、もう何でも、何でもできます。私も、私も何でもできるような人になりたいんです。何でもできる人ってかっこいい、かっこいいし、うん。 あとなんか、かっこいいし、なんか、なんて言うんやろ、ちょっと今日語彙力ない日です。<laughs> 今日語彙力ない日です。<laughs> かっこよくて、あと、何でもできる人ってかっこいいし、なんかその、してるとこ見たら、もう、憧れる。 憧れるしかっこいいしもうしかも若っぽんさんは可愛くてもうもう惚れる要素しかないです昨日のラナンバちゃんでのキャンプですごい肉焼いて食べてたよえナ 最近は山奥とか田舎でのんびり過ごす人も増え,増え,増えてきてるみたい確かにのんびりもいいですよねただ虫が山奥のメリットはのんびり過ごするなんですけど私虫苦手なので。 ちょっと <laughs> ちょっとまあ間くらいがいいかなみたいな <laughs> そう田舎田舎もいいところあるんですけどただやっぱ虫が苦手なのでそこそこが <laughs> そこがね私ほんまにこんくらいの雲でもね前 前、掃除の時間にこんくらいの雲出て、その奥もっと10分くらい戦ってました。三重で食べるたこ焼きは、大阪で食べるたこ焼きの方が美味しいいやー、やっぱ本場はね、うまいですよ。いやどっちも美味しいんですけど、私、ちょっと馬鹿したのでわかんないんですよ。わかんないんですけど。いや、でも私は和中が好きです。たこせん食べてみたいんですよね。 時差ありあり、ああやややばばばいいい、あと9分,、ね、9分で終わらないあかんのに私とりんごさんあいよーああ <laughs> さっきのさっきのねちゃんとね私はこのネタをねお父さんに教えてもらったんです なので私は。ゆうりんも言ってましたよね、配信で。父さんに教えてもらったんですけど、あと、ゆうりんの配信も見て、思い出したというか。ゆうりんのりゆうりんね、10期生で、だるまさんの1日やったんですけど、その時になんかめっちゃ、一人だけガチ勢だった。 <laughs> 一人だけ言うよりめっちゃガチ勢で京子ちゃん終わったあっ恭った雨でお出かけ中止になったえー、悲しいそれはじゃあ私の配信見ていってくださいいやお出かけなくなるのは悲しい こんにちはナンバーワンってナンバーアイテムを読めるからナンバー,アイーかかってるのかな確かに天才さざなみさん天才。<laughs> 岡山はじゃけんが多い。じゃけんなんかかわいい。でも「何々サケ」とかも言います。 わかんないですけど、最近は言う人いないですけど。さえまっくり、さえまっくり。ちょっとね、目がはっきりしてきた。田園風景。あ、やばい。漢字が。田園で風景。オッケー、覚えました。覚えました。11時から友人とランチしてきます。では、またね。あ、またね、コニタンさん。楽しんできてください。 って言ってるのもう11時4分なんですけど、もう今頃楽しくランチしている頃かなメニュー決めてる頃かないつ読まれるかわからないのんびり感も癖になります。<laughs> ああ、よかった。そんなポジティブに捉えてくださってるなら、よかった。えー、今来ましたが、大人っぽい綺麗なお姉さんがいてびっくり。え、大人っぽい あの始まる前はバブちゃんって言われてましたやっぱ今日は湿気がすごいどうしよう湿気すごすぎベタ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 じゃあチークしますさっきチーク落としかけててか落として割れたかと思ったけど割れてなくてラッキー クリックしますね NG なしアイドルを目指すのかな NG なしアイドルを目指したいですまいさん鞘さんのあくびが見たいです私ねこのコメントの瞬間にあくび出そうになったんですよ落っち者ですか 自分で首出せれるようになったんです最近でも最後までできないっていうチーク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 あやばいアイライン忘れてたなんかないなって思ったんですよ最近はもうえー、女って若葉さんを呼んでる<笑><笑>いつから NMB48 好きになったの ね、あのオーディション受けようと思ってそれで知ってでそっから好きになりました赤ポンさんはって何、ボケを言ってくるのが好き <laughs> 小ボケしかもめちゃおもろい私もおもろいこと言えるようになるようにね特訓します それでは無理だね。都会でもジーリン。いや、でも、でも田舎は雲とかが多い、多いんですよ、多分。いやー。やばい。鏡忘れてた。いや、でもね、やっぱ虫、虫苦手ですわ。 虫は多分ね、克服できる日が来ないと思ってるんで、私は。<laughs> 鬼山くんつけとけば、スズメバチさえ寄ってこない。すぶスズメバチ寄ってきたらもう私死を覚悟します。もう、泣きます。虫、得意メンバーもいるけどね。いやもう、虫得意メンバーと住みたいです。京太も虫、いけるので、ちょっと、 見重までウェルカムって感じで。現地集合現地解散で友ちゃんがカマキリ捕まえようとしてた。カマキリカマキリってなんかでっかくて怖くないですかこんにちは、邪魔するで。邪魔すんのなら帰って。やばい、ちょっともう、もうそろそろ配信終わろうとしてるけど。やばい。やばい、コメントの時差が。 こんにちは。言うの遅れたけど、サエポのオンラインお話し会、全当選したから楽しみにしてます。<laughs> 私は楽しみにしときますね。ありがとうございます、アサヤンさん。え、可愛い,い。ありがとうございます。まだメイク途中なんですけど。 もうそろそろ終わりかなもうチークして。そや、ハイライトや。ハイライト。ハイライト。通知に気づかずテレビ見てた。<laughs> すいませんね、今日も。今日も朝に入れたんですよ。予定を。朝起きて、寝ぼけながら。よし 完成自分で出するってどういうことやえ、なんか、あくびのね、コツをつかんだというか、コツをつかめました。あみたんさん、毎朝あくびにしてるよ、かわいい。えー、朝から配信してるの、ほんとにすごすぎて、尊敬。 サイポンすでにおし面です。可愛い,いし優しい。え、のむのむさん、ありがとうございます。鼻だけ隠さないであくびしてるとこが見たい。口は隠してもいいですよ。え、あくびしてる時の顔やばいですよ、もう。カバみたいなね。カバくらい口開けるんですよ。くしゃみは結構豪快なサイちゃん。<laughs> くしゃみね。私、あのく、くしゃみ、なんかおっさん、おっさんの、 おすんのくしゃみかって言われたことあります。ショールーム初めて見たときからこの子は NMB に来るなと思いましたすごいそんなこと、嬉しい。ええー、嬉しい。いやー、ショールーム時代。ショールーム時代からね、来てくださってる方もいて。えー、私、 少ム時代懐かしい。めっちゃ懐かしい。どんなこと言ってたっけわいも虫は苦手うん。虫ね、ちょっと怖いですよね。何するかわかんないから。会話できたらあんまりいいんですよ。虫と会話できたらいいんですけど、会話できひんから、怖いね。石山千尋が言いそうなこと。 そうですね。えー、虫は虫。言いそう言いそう。ブログにね、書いてそう。虫は食べられるようにならないと。昆虫食。何歳 ?13 歳です。合ってるムキ。31歳になってないコメントだいぶ追いついてきたね。 そうですね虫で思い出したがメに住んでた頃家に帰ってスリップ履いたらむかね入ってたのう考えないようにしますね赤くしてみた。 バくらい口開けれたら特技にできるやん。確かに。でもちょっともう、放送禁止ですよ <laughs>。広がるやん。え個性個性 <laughs> ショールーム候補生何番だったの私はね、96番のクロちゃんでした。待って、アサヤンさん書いてくれたゃの。<laughs> もしと会話できたら怖い。えでも意思疎通できない方が怖いですよね。30分記憶飛ばしてたこともあったね。広報戦配信では。え、なんか30分記憶飛ばしてだっ,ってよくわかんないんですよね。記憶。え飛ばしてたあ、最後の方の配信ですか 私は虫と意思疎通したい派です。皆さんはしたくない派ですか松岡さくらさんも豪快な記するんやでちょっと対決したいですね。広角レンズって流行ってない広角レンズ広角レンズ流行ってるは聞いたことないかも。<laughs> えー、田舎育ちは大丈夫な虫と触ったら、やばい虫の区別がつく。いや私つい,ついてないんです。え、でも、とりあえずムカデが、もし遭遇したら逃げます。全力で走って。虫はまだ小さいからな。人と同じ大きさやったの。<laughs> もうやばい。もう想像しちゃう。やめよやめよみんなやめましょう。 高校生時代の配信はほんまのんびりした話し方やったのね。今はどうですか今そんなにいいですか少量の時あんなに小さかったのに。え、もうそんなに、そんなに身長、2センチだけ伸びました。ちょっと待って。めっちゃ10分過ぎてる。やばいやばいやばい。穴子剣豪なんかんないになったのかな悲しいなんかね、なくなってたんですよ。お昼ご飯の配信だね。やばいです、ほんとに。 やばいです、時間が。急いでコメント見ますね。今日もね、時差がついちゃった。お昼ご飯の配信だね。お昼ご飯後今からご飯食べる人の方が多いですかね。虫からコメント言われたらなく、ややん、ややややややちょっと喋られるのも嫌かな。おおお ごきモりさんなんで逃げるのとか思ってそう。確かに。虫が嫌いにならないでって言ったら好きになれる。まあ追いかけて、追いかけてきたらちょっとやばいですけど。意思疎通はしたい。身長動画が楽しみです。楽しみにしててくださいね。今はめっちゃスムーズなトークになってる。本当ですかまあ私配信でね。 トーク力つけたいと思ってるんですよ十一時15分、やばい、やばいやばい今日の昼ごはんはクリームシチューですお、おいしそう丁寧なコメント返しでいい感じですよありがとうございますよかったチー位は追い詰められると向かってくるから気をつけありがとうございます、たなめちゃさん気をつけまよ <laughs> よし、じゃあ 私の答えを忘れて団長読みしていきますそうそうコメント止めてあげよういや全然もう全然私ね皆さんにコメントをしていただけるの嬉しすぎるんでじゃあ団長読みしていこうと思いますちょっと待ってくださいねはい牛タンタイムですよ ぎゅーたん、じゅーさん、いさん、ありがとうございます。ぎゅーたん、じゅうにい、ひさん、ありがとうございます。ぎゅーたん、じゅういただくんさん、ありがとうございます。ぎゅーたん、じゅ、のむのむさん <laughs>、噛みすぎ。のむのむさん、ありがとうございます。 牛ター冷やしカレーさん、ありがとうございます。牛ター八、肉バスさん、ありがとうございます。牛ター七、ティアさん、ありがとうございます。ラッキーセブンです。いい日になるかも。なるかも。牛ター六、高糸さん、ありがとうございます。牛ータン ぎん。五、かずきさん、ありがとうございます。牛タン四、あさやんさん、ありがとうございます。お団子ご。ぎゅーたん。でこでこさん、ありがとうございます。タコ牛タンタイムファイヤーさん、ありがとうございます。もう読めるようになりましたよ。 牛タン。トッシーさん、ありがとうございます。お団子。うさぎのお団子、かわいい。今日もね、ありがとうございました。はい。牛タン。なんで牛タン牛タンはね、あ、そうです。えー、小村さん、そうです。ドラムロールのつもりやったんですけど、なんか牛タンみたいな、牛タンって言ってるみたいな。<laughs> 感じで。あ、1位もギュータになってる。すいません。1位はね、特別仕様で。トゥルルーン。1位、トシーさん、ありがとうございます。ベベーンなんですよ。申し訳ない。そのまま流れていっちゃった <laughs>。はい、ドラムロールです。 マんチャさんすいませんね。多分、何してるんやって <laughs> なりましたよね <laughs>。はい、今日もありがとうございました。また、また明日も配信しますね。はい。皆さんお昼ごはん、そろそろ食べる感じですかね。 わかんないですけど。今日も一日楽しんでください。バイバイ。